今回は初めて PC を自作した動画です。まずはケース、株式会社サイズのシリウスというものを使いました。マザーボードは3つの規格に対応しているものです。片側前面はガラス張りになっています。そのネジは手で外せるものになっています。ミドルタワーと呼ばれるサイズらしいんですが、Amazon で6000円くらいでした。自分が今手を入れているところに電源が入るようになっています。マザーボードは MSI の B450GAMINGPLUSMAX というものを使いました。はい、で CPU は Ryzen7 3700X です。 AMD の CPU は、CPU 側にピンがたくさんついているような形になっているので、ここではちょっと慎重に、CPU を取り付けている感じです。持ち上げちゃったんでちょっと画面には映っていません。CPU を取り付けたらその直後に CPU クーラーを取り付けます。AMD の CPU には、純正の CPU クーラーが付属しているのでそれを使っていきます。このグレードからは、CPU 自体が光るものが純正でも付いているのでこれをくっつけていきます。 CPU クーラーに付いているグリスですが、この純正のものをそのまま使ってしまうと接着剤のようにくっついてしまうという情報を見たので、このグリスを剥がしていきます。ヘラは使わずに、ティッシュペーパーの箱を切り取って代用しています。これでしっかり結構綺麗にグリスは剥がれました。使用したグリスは GS-02 というグリスです。どんなものなのかはよくわかりません。三脚がちょっとかぶっていて見づらいですが、さっきと同じティッシュペーパーの箱を使ってヘラ代わりにグリスを塗っていきます。 CPU クーラーの取り付けに若干手間取りました。どうつけていいかがちょっとわからなかったので、いろいろ試行錯誤してようやく取り付けた感じです。入った。次にグラフィックカード GeForce GTX1660 を使いました。ここでグラフィックカード挿してるんですが、結局この後何回か抜き差しすることになります。グラフィックカード挿し終えたところでマザーボード自体をケースに取り付けていきます。マイクロ ATX のところにネジ穴を入れていきます。そしてマザーボードを置いて各ネジ穴を留めていきます。この時点でネジを止めるのにグラフィックカード邪魔だなとなったので一旦外して付け直しています。グラフィックカードを付け直したところでメモリを差し込んでいきます。メモリ詳しくどういうものなのかはちょっと忘れてしまいましたが 8GB のものを2枚差し込んでいきます。ここから電源の配線をやっていきます。CPU、マザーボード、もろもろ電源とつないでいきます。ここで SSD を接続していないことに気づきました。今回用いた SSD は M.2 で接続できるものなので、グラフィックボードが邪魔になるので、もう一回ここで取り外しました。今回使った SSD は CFD 販売のゲーミング用の 500GB の SSD です。SATA の HDD SSD を使ったことがあるわけではないですが、M.2 の SSD の取り付けは非常に簡単でした。CPU 用の電源ケーブルを差し込んでいます。この時に逆向きを差し込んでしまっているので後でちょっと焦ります。こで何度目かわかんないですが、またグラフィックボードを取り付け直しています。ケーブルを接続して、こちらも電源に接続していきます。次に PC ケースのスイッチや USB 端子などの配線を行っていきます。こちらの方が線自体が細いものだったりするので、すごくややこしい配線になっていました。ここで諸々のケーブルを電源につなげていこうとしますが、先ほど CPU のケーブルを逆向きに挿してしまったので、反対側が電源に刺さらないので、ここでちょっとテンパっています。しばらくしてこれに気づいて、1回抜いて接続し直しました。電源装置に配線をし終えて、電源を入れると CPU ファンが回り始めました。しっかりと色もついています。ですが、ここでグラフィックボードのファンが回っていないことに気づきます。電源を入れ直して、グラフィックボードも差し直して再度起動しましたが、まだ動いていませんでした。それは原因はそこについていたシールだったので、それを剥がすとすぐにファンが回り始めました。ケースのファンもしっかりと回っているので、ここで起動できていることがわかるかと思います。HDMI を接続し、45型のテレビに実際に映してみました。マザーボード MSI の文字が表示されて、すぐに購入した Windows 10のセットアップが始まりましたが、最初は何度か連続してエラーが出ていました。何回かやるうちに普通に Windows 10が起動できるようになり、セッティングを行いました。最初に軽くフォートナイトを動かしてみた後、 FF15ベンチマークをやってみました。その時の様子がこんな感じです。はい、スコアは7548。快適と表示される範囲内だったようです。今回の内容はこんな感じですが、使っているこのテレビがすぐに不調で使えなくなってしまったので、また新しいモニターを買ったところとかもまた何か紹介できればと思います。